2月12日日曜日、10時33分を回りました。45金吾の夜、今日でなんと399回です。どうぞよろしくお願いします。今日は結構、忙しく朝から、動いておりました。やっと自分が住む、大塚町南区の防災訓練が行われるということで、以前から、自治会の方で、自治会に加入している、加入していない関わらず、全世帯に、防災訓練のチラシが配布されておりまして、大々的な、防災訓練になるだろうというふうに思いながら、私も、親父、83歳の親父と私、弟は夜の代行運転で、疲れて帰ってきて寝てますんで、そのまま、自宅で待機してましたけれど、二人で、参加してまいりました。親父はね、今の防災訓練に関する動画を編集しているんですけれど、昨日の夕方ぐらい、晩飯を食べるぐらいから、もうね、そわそわしていて、いろんな準備をしていたんですけど、案の定、今日も朝早くから、オレンジの派手なジャンパーを着て、そして、ウエストポーチを2つ、巻きつけて、さらにリュックサックを背負い、頭にはヘルメット、手は軍手、でズボンがちょっと厚めの、ズボン、防寒着みたいなズボンを履いて、もうね、9時30分から避難を開始するというのに、8時前ぐらいからもうリュックを背負って、ヘルメットをかぶって、もう部屋の中とか、庭とかあちこちうろうろしてて、お行くぞ行くぞって言うんですよ。どこに行くんですかと。あなた早く行ったって誰もいませんよと。9時半から、始めましょうって言ったのに、もう9時ぐらいになったらもう庭にいて、俺呼ぶんですよ。乗り棒もう行くぞって。なんかすごいなんか遠足に行くような感じで、やってましたけれど、でもね、周りの人、9時半ぐらいに出発したんですけれど、こんなもんっていうぐらい、結構ね、この近所、家はあるんですけれど、こんなもんしか参加しないの、例えばね、ほら、用があって参加できませんって言うんであれば、ご近所にね、ちょっとすいません、参加できませんっていうふうに、伝えとけばいいのに、何歩いてるのって、うちの班、一緒に道を歩いたのは5人。僕入れて5人で、パラパラパラっと歩いていて、歩きながら、えらい少ないねっていうような話をしながら、避難経路をね、確認しながら、自分の家が、ここは標高、約9メーターぐらい、9メーターから10メーターぐらいなんですが、のところを出発して、指定避難所の、江南小学校が、大体標高 30.7 メーター、約31メーターのところまで、移動するんですけど、このすぐ裏が高台にある病院があるんで、その病院が標高20メーターなんで、津波の心配というか、標高20メートルぐらいまで上がれば大丈夫かなということで、今日は、病院につながる裏道を通って高台に行って、で病院から、道路に出て歩道を歩いて、江南小学校まで約10分ぐらいの、移動でした。ただ地震を想定しての避難訓練なので、のり面というかね、横の、
道路の斜面が崩れたり、あと電柱や電線が、倒れてきたりということで、あと、ね、いざという時にはちょっと危険を避けながら、また別のルートを通って避難しないといけないなというようなことを思いながら、ビデオを撮りながら、避難所の方に向かいましたがね、やっぱり予想した通り少ないですね。一応10時までに避難を完了しましょうということで、僕らも9時40分過ぎに着いたんですけど、ずっとビデオカメラで、各地区の、一応南区は住んでる場所によって結構南区は広いんで、僕らは江南小学校だったんですけど、こちら側奥の方は、西高校のグラウンド、高校のグラウンドの方に集まるというふうに、避難するというふうになっているんでね、2箇所に置かれたんですけど、それでも、全体の参加者が99人もいたのか、99人しかいなかったのか、どっちかなって判断なんですが、99人しかいなかったなっていうような感じでしたね。まあ、その中で、うちの、地域、乱れ橋という地域は24人と、一番、参加率が良かったですね。良かったから、参加数が多かったから良かった、悪かったっていうよりも、なんか本当ね、なんというか、もっと多くの人に、自主的に参加していただかないと、いざ何かあった場合に、例えば今日は、具体的に確認しなかったんですけど、要保護者、要介護者、場合によっては、リアカーに、布団を入れ積んで、そこに、高齢者を運搬しないといけないといった場合とか、生じる場合に、一体誰が、そういった準備をするのか、誰が運ぶのか、家族なのか、家族にも、若い人がいなければ、まあ、地域の人の力を借りないといけないわけで、そういったあたりのリストアップ、誰が、手伝うのかという協力体制、これは今後の課題になるんではないかなというふうに思いました。あとは、そうですね、頭上訓練ということで、一応、各地区ごとに集まって、避難ルートとか、危険箇所とかを確認したんですけれど、何が起きるかわからないし、さっき言ったように、道路にひびが入ったり、電柱が倒れてきたりというところは、どこでどんな被害があるかが出るかわからない部分があるんですけれど、まあ、ちょっと予測するというのは結構難しいなということも感じましたね。あとは、この防災訓練を機会に、横のコミュニケーション、横のつながりをちょっと、作っていかないと、厳しいのかなというところを感じましたけどね。まあ、うちの親父のように意識の高い人間ばかりいればいいんですけれど、まあ、自治会にも入らない、コミュニケーションもあまり取りたくない、そういったところ、ね、まあ、一緒に体育館で避難をして、まあ、生活をするという環境にもあるわけですからね、ちょっともうちょっとコミュニケーションとか、自治会に加入していなくてもお話をするとか、情報を交換するとか、そういったことは日頃からやっておかないと、みんなが困るなという感じがしました。で、まあ、あとおにぎりを2個パックの入ったやつを受けられたんですけれど、本当はね、炊き出し訓練とか、もっと大規模なことをやればよかったのかなと思うんですけれど、なんかね、ちょっと参加体制というか、自治会の準備もいまいちかなというふうに感じたのは私ぐらいでしょうかね。またの、アンケートがあったので、アンケートにいろいろと反省事項を書きましたんで、今後の
検討課題になるのかなと思っております。で、あとはもう各地区で、そういった危険箇所、避難ルートを確認をして、ちょっと情報交換をしてから、流れ解散になったわけなんですが、帰りは、ちょっと別の避難ルートで帰りましょうということで、また同じグループ5人ぐらいで、違うところぐるっと回って帰ったんですけど、おお、こんな道があるんだ、まあ、ブラタモリではありませんけど、やはり、と車だけじゃなく、もう歩かないといけないなと思ったんですけど、自分の、身近な地域に、こんな道があるんだ、こんな場所があるんだということを改めて、まあ、再発見、することができたんですけど、ただね、そこの道が狭くて、いざ地震とかあった場合に、果たしてそこの裏道がきちんと機能するのか、歩けるのかといったら、ちょっとやっぱ危ないなと、やはり表通りを歩いて、通った方が安心ではないかなというふうに感じました。まあ、時間もね、約10分ぐらいだったんですけどね、ちょっと階段とか結構多くあったので、あと乗り面というか、コンクリートブロックで固めた、ところもあったんですけど、とね、予備の避難ルートとしては、把握しておいてもいいのかなと思いました。その後、家に帰ってビデオを取り込んだり、あれこれやったら、今度は月の講演会に行く時間になって、講演会、日本共産党の講演会の方に、参加、したんですが、来てくれと呼ばれた部分があって、国政懇談会っていうのがあって、講演会の後の国政懇談会でお話をしてもらえませんかっていうこともあったもんですからね、講演会に参加したんですけど、500人の会場も満席でございました。お二人、共産党の九州沖縄ブロック所長の、田村隆明さん、この方は、昨年も11月に、日本共産党の、原発関係の講演会に来ていただいてお話をされました。あと一人、メインの弁士が、日本共産党の、参議院議員山下義樹さん、山下議員の、講演会が、メインで行われましたけれど、やはりうまいですね、お話が、なんというか話の構成というか持ってき方、やはり生の国会議員のお話っていうのは迫力がありますし、この前の赤嶺政権さんの、なんというかね、告発というか、今日投開票も開票が行われて、もうそろそろ結果が分かるとなる宜野湾市長選挙に絡む問題とかね、結構宜野湾市長選挙に関する防衛庁の情報は自衛隊から入ってきたということで、結構共産党の方にリークをする公務員さんもいるんだなということで、改めて日本共産党の立ち位置っていうのをちょっと考えたんですけれど、なんかすごいなというところ、なんで自民党とか民主党に持っていかなかったのかっていうところもすごいんですけど、共産党の追求力、追求する力っていうのもすごいあるのかなというふうに感じました。なんかね、どんな党に支持しようが、いろんな方々の話を実際聞くっていうことは非常に勉強になりますし、今日の話も党派を超えて、取り組んでいこう、党派を超えて前向きに動いてやっていこうという言葉がございましたけれど、その通りだなということを感じましたね。国政懇談会では、今は野党となった、自民党の関係者が、座っていて、山下議員が非常にびっくりされておりましたけれど、自民党だから
共産党だから、民主だから、どうのこうのっていう方も、まあ、今日の様子を見ても、もう、ボーダーレス、ノーボーダーだな、ということは感じましたね。だから、もっと広く、党派を超えて議論をする、情報交換し合うということは非常に大事なことだと思います。ね、世の中の変わらずになっている人間が、ね、結構多いんで、もう井戸から飛び出して、海や川に行けばいろんな情報があるんだと、そういったことを見もしないで、自分の井戸の中でギャー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 騒いだってどうしようもないんですよ。ね、そのあたり、もっと早く皆さん、誰かとは言いませんけど、気づくといいんじゃないでしょうかね。自分から飛び込んで、あちこちの講演会、国政懇談会、街頭演説会、いろんなところに首を突っ込んで、いろんな情報を聞く、いろんな話を聞くっていう姿勢、聞く姿勢が、大事ですね。俺も俺もっていう風にして先を争って発言するような態度ではどうも難しいだなと、聞く態度、聞く姿勢がないと、まあ、柔軟に発想することも考えることも、難しいのかなというところではありますね。今日も今、録音してましたんで、音声でまた YouTube の方にアップしたいなと思うんですけれど、結構ね、わかりやすかったですね。結構いっぱいわかりやすかったんですけど、メモに書いてあることですね。原発問題のこととか、あれがあったんですが、共産党の考える社会保障と、財政問題とか、段階的に変えていきましょうというようなお話をされてますんで、まあ、僕がここでお話をするよりも、これから、YouTube に流す講演会の音声を聞いていただけると、また勉強になるのではないかなと思います。ぜひ、俺は自民党だから、俺は民主党だから、ではなくね、あと、もうちょっと広い心で聞いていただけると嬉しいのかなと思います。僕の方に、新聞、赤旗を購入しませんかっていうふうに来てるんですけど、買いたくないわけじゃないんですよ。欲しいんですよ。はっきり言って、お金がないんです。お金はございません。取材費として、この新聞、赤旗を取材資料として、購読して、勉強したいと。宮殿の社長も、宮殿の原発の部署も、この新聞、赤旗を購読していると。いうことなんですね。だから私も、市民メディアとして、購読、したいなと考えている思っているところではあるんですが、いかんせん、月額いくらというお金を払うお金がない。そのお金があれば取材の方のガソリン代に回したいという人間なのでね、ちょっと今日も、購入しませんか。僕の知り合いから言われたんですけど、検討しますと、国会議員の答弁ではありませんけど、検討しますので、今後ともよろしくお願いしますというふうにして、逃げちゃったんですけど、本当申し訳ございません。まあ、こういったね、収入が入ってこないバカな市民メディアをやってますんでね、まあ、あと、まあ、スポンサーがいたら、スポンサーの言いなりになってしまうという部分があるんでね。だから日本共産党のように寄付金で賄えれば非常にいいんですけど、まあ、僕のようなバカなメディアに寄付金を出すような、既得な方はいらっしゃいませんので、
なかなか、まあ、日本共産党をスポンサーにつけて、よろしくお願いしますって言えば、良いかもしれませんけど、まあ、それじゃ、日本共産党の、メディアになってしまうんでね、これはどうしようもないわけであって、ちょっと収入源を確保するようなことを考えますんで、新聞赤旗の担当の方、すみません、もうしばらくお待ちください。本当ね、自民党の国会議員さんもこの新聞赤旗を読んで国会答弁を作っているというようなほど内容はね、すごいんですよ。何回か僕もこの新聞赤旗をいただいて読んでるんですけど、すごいね、地道に調べ上げている地道なデータとか結構、載ってるんで、面白いですね。読む内容に無駄はないというか、なるほどだな、こういった考え方で、やっていけばいいんだなとかね、なんか面白いことがいっぱい書いてありますんでね、毛嫌いするんでなく、まあ、あれこれ、手を出して読んでみるといいんじゃないでしょうか。ね、おい、地震？違うか。なんか変な音がしたんですけど。はい、今日はね、いろいろと、いろんな資料をいただいて、あのね、最近ね、市民メディアを PR する場が増えてきたんですよ。あ、そうそうそう。今日の、地元、昨日ちょっと放送した、もう取材されても記事には出ないでしょうねって言ったんですけど、今日の新聞載ってました。西高の選抜関連記事が3段組あったんですけど、僕のことがボーンと1段組の1段全部ボーンと載ってました。あれ良かったですね。あそこには、市民メディア宮崎という、名前は載ってなかったんですけど、 YouTube の方の動画の紹介でタイトルもフルタイトルで書かれてありましたんで、そこからまた YouTube の方に導入することもできるかなと思いました。宮西新聞さん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。まあ、同じメディアではありますけど、ね、ちょっと立場が違うんですが、ね、また宮西さん、宣伝の方よろしくお願いします。まあ、今日は今日で、山下議員、田村、所長、あと、宮崎県の共産党の関係者と、国政懇談会に参加する場、いろんな各界各層から、要望したい方が集まってですね、そこになぜか僕も呼ばれて、市民メディアの方から発言する機会があってね、ちょっと若者の支援というか応援というか、若者の人材育成を行うようなインキュベーター的な取り組みをちょっとやっていく必要があるんではないかということと、あと市民メディアの重要性あたりをね、ちょっと訴えたんですけど、結構ね、山下議員とか田村所長からも、良い言葉をいただきました。ありがとうございます。それと、その場で、市民メディアのことを PR することができてですね、難病、宮崎県難病団体連絡協議会の方から、要望書をいただきました。ちょっとね、名刺を、切らしてですね、お名刺交換ができなかったんですけど、と、県の難病団体連絡協議会さんの、要望書、手元にあるんで、これ、今どういったことが問題になっているのかということをね、ちょっと、私も、取材を、してみたいというふうに考えておりますんで、またね、このパンフレットがあるんですけど、ちょっと原町、宮崎市の県の福祉総合センターに事務所があるんで、お電話して、お邪魔して、あれこれ現状をね、お聞きしたいなというふうに思っています。ちょっと、昨日放送しましたように、僕のコピーロボットが欲しいなということになりそうかなというところでございます。ね、大変ですね。もうキャンプ取材にも行きたいんですけど、なかなかキャンプ取材にも行け
けないんですけど、あ、そう、これこれ。こんな風にね、何か会があるたんび、こういった封筒を、ね、すいません、市民メディアです。ちょっと、ご寄付をお願いしたいんですけど、ということで、募金用の封筒を僕も配って募金しようかな。ね、だから、いろんなところつながって、ね、日本を変える、日本の政治を変えるということで、自分なりの取り組みをやっていきたいと思います。あとで、この新聞赤旗、またゆっくりと、読みたいと思います。ありがとうございます。こういったね、いろんな政党の情報とかを収集して、僕ら国民というのは、理論武装、情報武装、ということをね、やっていかないと、いつまでも政府、国、与党の言いなりで動いていくことには抵抗をしていかないといけないと考えております。まあね、まあ原発に限っては、皆さんも原発はどうにかしてくれって言ってるんですけれどね、それがなんとか党だから、ダメだ、あそこの党とは一緒にやっていけない。考え方は減税金と減税教というふうな形と同じみたいになってくると思うんだけれど、なんでいがみ合うのかなと。なんでそったしがらみをずっと、過去のことまで振り返ってやっているのかなというところ。まあ、お互い過去を振り返れば、悪いことも結構いっぱいありましたけどね、これからの将来の日本、若い世代に、日本を背負ってもらうために、我々大人がどうするのかというところに、しがらみとかね、過去のどうのこうのっていうのは、まあ一回全部振り払って考えていかないと難しいんじゃないでしょうか。と思いますけどね。どうなんでしょうかね。僕も過去のことを言えば、民主青年同盟に一時期入っておりました。まあ、僕の入ってた同期は不純で、どうしても親元から離れたところで学生生活を送りたいということで、現役、琉球大学受験して、あまり勉強せんかったから落ちました。で、受験で沖縄に行ったんですけど、沖縄いいなということで、もう現役の頃でもすでにもまた沖縄を受験しようというふうに思って、もう浪人時代も、その頃の琉球大って、まあ言っては悪いんですけれど、兵たちはあまり良くなかった。本土復帰7、8年目でね、まだまだその国立大として、まだまだ充実してない、もう学生運動が吹き荒れているということで、偏差値も結構良かったんで、だったらもう浪人時代、遊びながら、バイトやりながら勉強しようということで、最低限の勉強しかしなかったんですけど、それで運よく一浪して、一浪してというか、まあ、恥ずかしいんですけど、一浪して琉球大に行きまして、やったーって、沖縄に行って、思いっきり遊ぼうって、まあ、今では僕の考えつかないと思うんですが、カーリーヘアでした。この、ボンって、いうくらい、すごいカーリーヘアをしてましたね。本当、沖縄で遊ぼうということで、まずその、いろんな生活の準備とかしないといけないでしょ。だから学生協ってあるんですね。学生向けの生協が。その学生協さんが、新入生のいろんなお世話をするんですけど、学生協の組織部っていう部があって、そこが、民主青年同盟の、本部なんですね。そんなことを全然僕知らなくて、新入生歓迎コンパ、新歓コンパがあるよということで、若い女の子もいっぱい来るよというポスターに惹かれて行ったんですけど、本当ね、若い子いっぱいおったんですよ。毎晩毎晩、入学してからは、新歓コンパ、あれどこどこの、寮の新歓コンパがあるって言えば、寮生に紛れてそこに入り込んで、コンパに行ったり、
あちこちで本番に行ってましたね。あと新歓、新入生歓迎、ソフトボール大会があるよって言えばソフトボール大会に行ったりして、本当学生協の組織部の方に、入ってズボッと入って行ってましたけどね。本当ね、若い子いっぱいおったんですよ。で、こうデレッと伸ばして、あれ？デレッとね、伸ばして、ボケーと過ごしてましたけど、いつの間にかね、なんか僕の姿を撮り続けているカメラマンの姿、遠くの方にね、なんかカメラバッグを背負って、カメラをこうやって構えてるような人がね、僕のそばとか、生協、学生協が行うイベントの時には必ず、なんか何人かカメラマンがいて、また、イベントの様子とか、イベントに参加している学生の様子を撮影する人がいるんですよ。で、よーく見たら、どっかで見た子、見た顔だったんですね。でうちの、学科の先輩だったんですけど、で、そいつが、そいつがあった先輩が、写真を現像して、こうって見たら、僕の顔が写っていたもんだから、ある日、学科の、先輩方に呼ばれまして、ちょっと来いと大谷と、言われて行ったんですね。なんだろうと言ったらですね、大谷、俺らの学科には、8年生の大先輩がいる。大学は一応8年間在籍できるんで、今年、8年生になる大先輩がいる。あ、そうですかって。それがどうしたんですかっていうような感じで、話をしてたら、なんたくさまはって急に言うんですよ。これはぁと思って、一体僕に何の用があるんですかって言ったら、お前は、その学生協の、組織部に入って、なんかやってるんだろう。あ、やってますよ。何個いっぱいいるから、イベントやったり、毎晩飲みに行ったり、コンパなんかやってますよ。楽しいですよ。って言ったら、なんだ貴様はって言うんですよ。はぁって思ったんだけれど、うちの、学科の人間が、学生協の組織部に入るとは何のことだって言うんですよ。何のことかわからなかったんですけど、というかね、僕の同級生、同じ新入生は知ってました。ある日ね、僕はちょっと、サボってたんだけれど、学科の交流会というのがあって、先輩が後輩をと交流する場があって、そこで、そのうちの学科に、角丸派の親分がおるということを言ったらしいなんですね。ですんで、僕はそのことをサボってたもんだから、知らなかったもんだから、お前この前来なかったんだけれど、みんなに言ってるんだぞと。何もですかと。うちの、大先輩は、角丸派の琉球大の親分なんだと。で、角丸って何ですかって僕ポケって言ったんですけどね。お前そんなことも知らないのかって、沖縄は本土復帰、まだ9年、8年で、我々また学生運動を行ってるんだ。あ、そうですか。ということで。本当にね、僕その頃、政治的なもの、学生運動的なものには疎かったんですね。それでやっと角丸派っていうのと、政教組織部の、民政というのが分かって、あ、なるほどねって、そういったことかと、民政と角丸は、喧嘩してるんだなということで、改めて、民主青年同盟と角丸派のことを勉強したり、また両方に入ってお互いのことを勉強したり、話を聞きに行ったりして過ごしてましたね。あとは僕は理科、小学校教員養成課程の理科におったんですね。で、理科の教授が、ちょうどあの頃、石垣島に新しい空港を作る、白穂の海に、飛行場を作るということで、白穂の海っていうのは結構珊瑚礁がたくさんあって、うちの教授なんかも、その島に行ってね、研究を行っているということで、理学部の海洋学科あたりと、うちの理科の学科とですね、共同で白子の海を守ろうという署名活動とか、デモ活動とか、
やっておりました。それとその頃、琉球台というのは、今の首里の門、今の首里城の観光地がありますよね。あそこにあったんですね。で県の方が首里の門を含めた首里城を復元するので、復元したいので、琉球台さんすいません移転しましょうということで、今のセンバルキャンパス、西原キャンパスに移動したんですけど、その移動する際に、ちょっともう学生の部活とサークル活動が甚だしいものがあると、多分僕ら剣道部なんですよ。剣道部はもう本当毎晩のように泡盛を飲んで、あの頃の昔の守礼の門の付近にね、先輩から言われて守礼の門の下に御座を敷いて、泡盛と丼持ってきて、剣道着の姿で飲み会をすると。で僕ら下っ端の1年生2年生がやるんですけど、そこに観光で来たお姉ちゃんを呼んできて一緒に飲もうということで、そこで飲んだりね。あと竜胆池という池があるんですよ。竜胆池、竜胆池に飛び込んだりね。ちょうどトンネルズの一気飲みが流行った頃で、もうあの時はもう夏になると、剣道部以外のスポーツ部なんかもね、自分の部室で泡盛飲んで、飲んだ勢いで、ちょうど竜胆池の反対側に女子寮があるんですよ。で竜胆池を泳いで女子寮に突撃というバカな部もあったりして、結構ねあの頃割と自由にやっていたんですけど、それが、新しいキャンパスに移転することをきっかけに、また部活動とかサークル活動も規制しようということで、筑波大で、何者入りの学生部長、筑波大を、徹底的に管理した学生部長が、沖縄に来ると。琉球大学も徹底した管理教育を行うと、これまでのような自由な学風がなくなるということで、これはもう政治色抜きで、僕ら、スポーツ部を中心に文化部とかね、いろんなサークルの代表者が、デモを行おうということでね、結構、大掛かりなデモを行ったり、してきましたけど、ダメでしたね。部活は時間制、部室は時間制限で、使用する時間帯が決まるとか、先は飲むなとかね、そういったもう非常に厳しい項目が、出てきたんですけど、だけど陰でやってました僕らはね。ということで結構ね、いろんな、勢力に反発、まあ若い頃はね、まあ、反発精神、反骨精神が、あるんで、いろんなことに反発していっておりましたけどね。まあ今も丸くなったかな。また今でも愚痴を言ってるような感じはありますけれどね。そういった、下地がありましたんで、まあ僕の場合には、自民党さんであろうが、民主党さんであろうが、社民党さんであろうが、共産党さんであろうが、右翼であろうが、核丸であろうが、民政であろうが、一応話はしましょうってね、話を聞いて、もっと議論し合いましょうというスタンスでおりますんで、特にね、そんな違和感はないんですよ。で、インターネットの方では、お前、日本共産党の工作員かって言われてますけど、そんなレベルの問題でもない。ね、なんか、レッテル貼りが少ないやつは、まあ、勝手に、レッテルを貼ればいいと思います。ですんで、もうちょっと議論しましょうと。最近、僕の方が au さんと喧嘩してる。au の人に関して、あれこれ書いてることに関して、ブログの方に単なるコメント、クレーマー、なんかわかりません。ね、そのあたりも、なんで消すんだ、コメントみたいなこと書いてますけれど、議論をね、したいんであれば、僕のどの付近が
クレーマーなのか、ね、どうして欲しいのか、そのあたりきちんと議論ができるようなコメントじゃなければ僕は消しますんで、ね、別に、自分に対して、嫌なものだから消すっていうよりも、ただクレーマーと書いてあることに関しては何もお答えできないですし、何を言いたいのかというそのコメントをいただいた方の意図が分かりませんね。ただ単なる、ブログ荒らしであればもうそれは粛々とコメントを消すしかありませんのでね、私が AU を、やってることに関してね、疑問や、おかしいんじゃねえかというのがあればきちんとした文章表現で僕にも分かるような表現でコメントをいただければ議論には応じますんで、また子供じみたクレーマーもクレーもクレーがカタカナでマーがひらがなというアンポンタンみたいなことを書いてるね人がいますけれど、粛々と、削除していくだけでございますんで、議論がしたければ議論ができるような文章表現内容でコメントをいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、ということで、結構今日はお話をしましたね。もう40分過ぎましたけど、防災訓練&講演会というテーマでお話をしましたが、両方とも後ほど、YouTube でご覧いただけるようにアップしますんで、今日ちょっと徹夜になるのかな、ちょっと作業を今から頑張りたいと思います。またね、市民メディアの意義、これからちょっとどん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  PR、宣伝していく中でちょっと市民メディアとしてサボってきているものもありますんでね、ちょっと取材活動を行いたいと思いますんで、僕のブログの方に書いてますように、ね、取材へのご理解ご協力、寒波の方も、よろしくお願いしたいと思います。また、2月16日は、学生さんが行うイベントもございますんでね、学生さんのイベントも、我ら大人が、支援応援をしていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、今夜の、4号品語の夜第399回、この付近で終わりにしたいと思います。明日は400回、続きますね。毎日放送できるように、努力していきたいと思います。それじゃ、失礼します。